ほこらー呼んでない呼んでない。ほこら俺呼んだ。パリかわいい。こんにちは。こんにちは。ピアで今の名前。こっち来とってよ、こっち。そう、どうしたん？あ、ごめん。今日、学校行く途中で3回こけた。え？え？一発目足くじいて、二発目溝の、走ったん？ここぐらい、いや、こっから、ここぐらいまでの場所に足突っ込んで、ガムから行って、もう一回は階段でこけた。顔見てる？何したん？ここやろ。うん。痺れてる。普通に歩いてる？おい、クソデブ。全部食いやがって。ゴミでしたー。全部食いやがって、クソデブ。どうから勉強ですね。クソデブ？クソデブ。あれ？リターン。クソデブ？はい。テスト？一周。乾杯でーす。はい。はい。うん？はい。ちょっと待って。テスト期間の分、回答やつ使うかもしれない。うん。それはもうどうでもいいよ。その前に学力テストは？実力テストか。あれ？はい。先週の木曜日か金曜日には帰ってきとんやんな。え、ほんまにそれ、さ、殴られたとこじゃない？なんで殴られてこんな擦り傷みたいな。違う違う、ここ首掴まれたみたいな跡があるから。自分で掴んだ。そういう時こうやって言うからな。どんな。はい、出すもの出すもの出そうや。早く持ってこい。何を？早く持ってこい。テストの結果のやつ学校忘れたで。うん、違うよ。っていうか未だにあんなんな。うん、いつも通りよ。やばいね。練習やないからな。いつまで小学生やってんだ。皮もできた。違うね。な、何？それもあるんやったらそれも出しよ。弁当な。俺は両利きやって言って割り箸もお箸も使った。そういうことするかなと思って一応お箸入れたの。割り箸。何よ。スマホ。え、3日前じゃない？うん、1週間前の。え、じゃあ3日前。ちょ待って、そもそも学力テストで平均なかったらっていう話じゃない？そうっていう話やから、それはもうまあ目をつぶるとして。いや、目をつぶったやろ。つむらんでいいのよ。心そろそろ見放されるで。気をつけないと。気をつけなはれや。俺3日前やと思ってさ、今日なんかライブしようって言われてんけど。ゲームもダメよ。勉強は？だってそんな約束をする前に勉強終わらせてから約束したら。そうやから6時から来て。うん、無理やわって言っとき。勉強しなかった自分を恨むしかない。持ってきて早く。全部な。アメちゃんあるで。にゃん。この人もおやつ全部食べたよ。でも出してもらったら食べるよね。食べちゃうよね。結局平均点なかったんやろ。うん。かわいいキャンキャン。これかい、君が求めているのは。そうだよ。童貞。ピネ。ピネ言うな。アニメスティックも撮ってます。うん。お前そこにあるんだ。うん。ちなみにワイケちゃんのも使えんからね。はい。あ、どうやろ。なんで使わなあかんの。使うやんか。うん。なんで？パスワードも知らんし。使わしてって言って使うやんって言ってんな。どうやって使うの？そんなあかんに決まってたら怒られるから。なんで昨日チャレンジせえってワイケちゃん言ってないってよ。え？
何がチャレンジだけしたらいいや、いい、OK やからってマイケちゃんが言ったからチャレンジしとくわって俺言ったけど、うん、マイケちゃんチャレンジしろって言ってないって。え、とりあえずチャレンジはしときって言ったで、だってマイケちゃん。やろ言ったよ。それはチャレンジだけしとったらいいわじゃないやん。いや、そうやと思ってた。やろうか。もう夜でしようから。ダメよ。なんで？私が酒飲むから。今4時やろ。5時からショートお願いします。じゃあ1時間だけ。もうなぜそんなキツキツにしようとするんだよ。うん？あなたがダラダラしとうから。どうせダラダラしとうやろ。じゃあやろうぜ。今日から例のやつが始まんねんな。よし、選ばしてやろう。え、副教科もあんねんな。副教科の勉強マジでわからんからね、私。副教科体育しかねえ。あれ美術とかないよ。ないないよ。じゃあ6教科な。6教科しかない。2日で終わる。いや、2日目あれやで、火曜日テスト。よくないやん。挽回できひんやん、それ。二のままになっちゃうやん。うん、そうやで。うん、そうやで、ちゃうねん。え、選ばしてやろう。国語、算数、英語、理科、社会。あ、そうそう、宿題があるやったら宿題から先して。宿題な、分からん。え、なんで？何から見るだけ。何が見るだけ？ん、宿題何やったか。これ絶対ノートにはやらないな。うん、これ直接やるような。うん、ってことはもう1枚ずつ入でいいから。うん、で、間違ったところもやるんやろ。うん、紙に書いたややこしい式書かしたら書くと思う。書かへんよ。さあ、今やってるとこ教えて。さあ、数学は何やってる。まだ比例反比例。いや、もうそんなん終わってるよ。どこよ。じゃあ図形。図形、実力テストは図形。でも学年末やから全部やったらいいと思うで、最初から。確かに、うん、どっからどこが出るって出るやろ。やろ、範囲決まったやろ。どっからどこが出る。方程式、方程式やってない。方程式は実力テストでも出たし、どうせ出てくるよ。図形、図形かな。いや、だから範囲は、なんか範囲を書いとうやつを学校に忘れてた。何で忘れるの。普通に忘れてた。忘れへんから、普通。いや、普通の使い方がおかしいね。反比例の式いいねんな。じゃあ反比例は別にいらん。いらんって100点取れるんそれ。ううん、この前それができんかったって。じゃあやったほうがいいんじゃん。え、この前できんかったよな。結局全部させるから。うん、何からするってやつ。次やな。何からするって話やな。何でもいいよ。そう、全国の中学生テストやねんな。英語は何が出る？習ってるとこどこ？過去形、現在進行形。言っとったな。未来形。言っとったね。ED つけるやつ、ing つけるやつ。どっちも、うん、OK。 まあ結局は全部するから。 Can I やった。 Can I 何々できますか。 Can I、うん、Can I じゃん。 Can I、 Can I、 何それ。過去形の前やねんけど。まあいいよ。過去形と現在進行形。カッターで切った方がいい。あと未来形な。めっちゃいいの燃えてほしい。熱烈な歓迎。ディジューやった。ディジュー、ディジューじゃなくて、ディジュー。まるまるしましたか。やっとかもしれない。英語2枚。
はい、じゃあ、宿題終わったん？宿題ど、うん、あるはず。わからん、忘れたな。漢字は？漢字は、まあ漢字はさ、徐々にやっていくしかないよ。一番からやろうか。これめちゃくちゃいいよ。どうせクーラー多いやろから40分ぐらいで終わるやろ。クーラーって何？どうぞ。スコールとゲドって持ち運びしやすい。どこ？ワイキちゃんの隣かママの隣でやること。ワイキちゃんの隣やな。どっちかにしてください。いや、ママの隣です。これ置いて、ママの隣で30分やって、ワイキちゃんの隣で30分。なんやねんその方法は。何？頑張ってください。ママの隣はここでいいよ。数学と国語って言ってたのママじゃん。大変ですね。おいワイキー、ワイケちゃま、今日は見張ったことないのに。ワイケちゃま、ね、ワイワイケ、ワイケちゃま、来なさい。あなたの得意分野を教えなさい。あの得意分野、数学と理科だけ。あれ、数学はあんま好きじゃないじゃん。